はい、どうも、スカイチストックの怠け者、てっけてっけです。ライトステイ、ヒロマスちゃん。昨日は対マン戦映像までやってきましたが、今回は歴戦ですね。はい、昨日に引き続き、コントン4王者2という装備セットで、細かいステータスこんな感じのヒロマスちゃん。はい、こちらで歴戦、今回はやっていきたいと思います。はい、デッキメンツとしてはこんな感じですね。まあ、ちょっと今回若めのサーバーでのプレイになるので、まあ、まだハクタクとかキューちゃんなんかはいないんですが、まあ、ダッキーとか超高名がその代わりをしてる感じですね。で、あとセーラン MR。で、弁財天馬長ちゃんあたりいますが、弁財天に関しては無覚醒無育成と、で、馬長に関してはプラス7覚醒で、まあ、強化だけしてあるような状態ですね。混沌1の王者4という装備セット、戦力300万。まあ、セーランちゃんがある程度露払いしてくれるんで、まあ、馬長とか弁財天に関しては敵を落とすというよりもどちらかっていうとデバフばらまきですね。まあ、盲目をばらまいてもらおうというような位置づけのキャラクター。ちょっと馬長ちゃんに信長連携でつけときました。さあ、これでまた SKG メンバー殴っていきますか。ムニムニさん、イカメンチからビールが欲しくなると。もう昼からやってますね。あ、城ヶ崎行ってるんですね。いや、いいっすね。リアス式海岸見ながらビールが飲みたい。腹いせに殴りますね。さあ、じゃあまず相対さん行きましょう。相対さん、400万のつくよみと900万の炎帝がいるデッキですね。ちょっと炎帝が対マンでもそんなに得意な相手ではなかったんで、まあ、剥がれない残影系の弓将ですね。相手だと、まあ、こいつですね。とても不利なので、ちょっとデッキ戦でも厳しそうかなと思ってます。はい、まあ、せめて盲目つけて敵の火力と命中ですね、落として戦っていきたいですが、馬長ちゃんどうか。まずこれが当たんないんですよね。当たりましたね。はい、盲目しっかり炎帝に当てて、で、つくよみはあわよくば落とせそうなところまで持ってきましたが、まあ、しっかり整合状態なんかは範囲攻撃では剥がせますが、連撃ではそういえば剥がせませんね。ヒロマスちゃんは復帰時のカウンターの時に全剥がしができるんで、ちょっとタイミング遅いんですよね、剥がしの。なんでちょっと炎帝に乗ってるバフ、暴走とか、あ、蓄力とか火力アップのバフ乗ってるんで、ちょっと怖いですね。はい、こっちも奮起とかつけてますが、まあ、祝福2枚ついてるんで、これでちょっと耐えてくれるか。はい、つくよみちゃんに使わされちゃいましたね。まあ、ただ炎帝、スキル打つ前にこっちが、ヒロマスちゃんがスキル打てるんで、まあ、スキル2でどこまでいけるかですね。まあ、つくよみちゃんは終わらせたいですね、少なくとも。あ、ごめんなさい、ヒロマスちゃんも動けてませんでしたね。いや、スキルに痛い。まあ、玉壁復帰時のやつで対応したのと、生後全剥がししたんで、まあ、逆に剥がれたことでカウンターで殴りやすいかなとは思いますが、いや、当たんなきゃ意味ないんですよね。レベル差4ですが、まあ、やっぱりエンテの残影回避率 60% しっかり働いてますね。で、エンテを仕留められなかったことで、つくよみにも攻撃がちゃんといってないと。相手として2巡目、エンテのスキル1であっけなく落とされてしまいました。ちょっと剥がれない残影キャラクター苦手ですね、ヒロマスちゃん。はい、こういう時にデッキに大天狗がいると、エンテに強襲つけて回避率を落とした上で、ヒロマスちゃん強襲キャラクターターゲットに殴れるんで一気に有利になるんで、まあ、ヒロマスちゃん一番組みたいのは大天狗ですね。大天狗持ってる人はスキル1もスキル2もめちゃくちゃ相性いいと思うんで、ヒロマスちゃんのおすすめ度を爆上がりしますね。多分こういう試合も挽回できるぐらい変わってくると思います。はい、じゃあお次、森優さん行きましょう。660万のまたエンテと550万の東博がいるデッキ。まあ、東博もちょっと嫌なんですよね。で、エンテはさっきより戦力300万ぐらい低く、こっちの方が780万でやや戦力上なんで、まあ、格下エンテですね。レベルでも勝ってるんで、今度は攻撃が当たるパターンどうか見ていきましょう。まあ、やっぱり弓将の差が、レベルで負けてると攻撃が当たって一気に不利になるっていうところですね。まあ、それがデッキ戦だとどうなるか、まあ、特に東博みたいなキャラクターが受け皿になってくれる可能性があるんで、いや、にしても攻撃ミスってますね。いや、レベル差これだけあっても残影 60% ってやっぱりでかいですよね、回避率のアップ。はい、トワーク殴ってきますが、それはヒロマスちゃんしっかり受け切って、さあ、バフつけてスキルに持っていきたいですが、エンテ相手にそれが通用するか。いいですね、チョコミちゃんのばらまいた祝福で攻撃回数消費させてます。で、ヒロマスちゃんバフ剥がれちゃいましたね。はい、で、しかもスキルに敵を撃破してしまうと6回攻撃で終わってしまうので、まあ、今みたいに弱い子を殴って攻撃止まっちゃうんですね。デッキ戦ここが弱いとこなんですよね、ヒロマスちゃん。トワークに1回落とされますが、復帰時反撃で1回返り討ちに合わせて、まあ、なんとか対応してますが、まあ、やっぱり特にここら辺の無備課金帯の若いサーバーだと、弱い子を殴って攻撃が終わっちゃうというスキル2の火力ダウンが対マン戦と違って大きく響いてしまうので、まあ、これもやっぱり大天狗と組むことで、強襲で敵の敏捷値が高い主力だとかに対して攻撃が集中するようになるんで、弱い子殴っての落としが発生しづらくなるんですよね、大天狗と組むことで。なんで、ヒロマスちゃんを最大限発揮しようと思ったら、やっぱり大天狗と組みたいところ。はい、このパフォーマンスとしてはこんな感じになっちゃうんですね、大天狗と組まないと。はい、じゃあお次、カジュラさん行きましょう。800万のリコーと500万のミカちゃんがいるデッキですね。はい、K も300万ぐらいだったと思います。まあ、まずは炙り出し、どっちが先に炙り出されるか、多分こっちが先に出されちゃいそうですね。
さあ、バチョウでケイちゃん仕留めたいとこですが、攻撃ミスって、ヒロマサの範囲攻撃。さあ、彼の連撃。いや、ケイちゃんですら手こずってますね。さあ、そしてミカちゃんの攻撃なんかは怖くないですが、まあ、この後出てくるリコーですね。弓の攻撃、普通にヒロマサちゃん苦手なんで、これが痛いんですよね。リコーの敏捷連撃。ダメージはどうか。はい、一撃で致命傷までいって、玉壁カットから2発で致命傷。いや、ちょっとこれ持たないですね、多分。リコを落とせるような必中攻撃がオーディンみたいにできればいいんですが、また、ケイちゃんに手こずってますもんね。はい、本当に剥がれない残影キャラクターに弱いですね。はい、もう大前提大天狗ですね。弓将相手には。はい、トステリコに仕留められて負けと。はい、じゃあ、ゆら猫さん行きましょう。900万超えの大天狗、めちゃくちゃ格上の大天狗がいるデッキ。プラス300万のモルドレットもいますね。復帰時反撃キャラクター。まあ、ここら辺のバリアがない環境だと、300万とはいえ復帰時反撃ちょっと怖いんですよね。バリアで受けられないんで。まあ、なんで、そうですね、同じ300万ぐらいのバチョウちゃんなんかで、モルちゃん一回消費させときたいですね。いいっすね、一回落として。この復帰時反撃、セーランで受けていいっすね。2回落として、アイスでいいっすね。めちゃくちゃいいですね。好調です。はい、セーランのスキルに、ではモルちゃんギリ足りず。はい、ヒロマサ出てきて範囲攻撃で1回落として、さあ復帰時反撃、あ、全然効いてないですね。モルちゃんの復帰時反撃の筋力ダメージ、神髄カットできるんで、全く痛くないですね。割合カットできるんで。はい、そして大天狗も出てきますが、まあ、これも武将の連撃に対してはめちゃくちゃ硬いんで、はい、4発でやっと1回落ちるぐらいで玉壁カットと。はい、1回落ちるぐらいでスキル1全部しのぎました。むしろ反撃で大天狗の方が HP 結構削ってますね。さあ、このまま、はい、奮起つけて、祝福つけて、さあ、1回落とし。あ、で、途中で超飛落としちゃったの、攻撃回数もったいないですね、今。大天狗が復活して HP 高くなったので、HP が低い対し相手に対する連撃が超飛にそれちゃいました。これがあるんですよね、ヒロマスちゃん。まあ、ただ、大天狗の攻撃全く痛くなく、はい、反射によるカウンターで、むしろ HP 減らしていって、2巡目ヒロマスちゃん手先手で、はい、落として、もう大天狗1人なんで、これは怖くないですね。はい、大天狗の攻撃に関しても全く痛くなく、まあ、1回落ちるぐらいですね、本当に。200万ぐらい格上なんですが、はい、スキルに追加発動していって、大天狗難なく勝利と。はい、最新キャラクターの武将ですね。相手には別人かっていうぐらい強いですね。さあ、じゃあお次、ニャーちゃんさん行きましょう。はい、オーディン700万超えがいるデッキ、同格オーディンですね。で、プラスハクタクがいるんですね。あ、ただ、ナイスセーラン足止め。はい、今、セーランが当たり前のように使われるデッキなんで、まあ、足止めできるんですよね、開幕。はい、プラスコキビも応援で、ニャーちゃんさん出てくるんで、はい、ここで暴走つけて、で、ウッドアートのビームもつきましたね。で、もう一人ぐらい追払いキャラクターがいると、こっちのヒロマスちゃんが出てこれたんですが、足止めしきったことで逆に出てこれてませんね。なんで、結局はオーディンが先手になりそうですね。はい、オーディン先手で、まあ、追払いしていって、はい、バチョウ出てきてからハクタクのスキル2が飛んでくるんで、これバチョウもひとたまりもなさそうですが、一回ハクタクは落として、さあ、オーディンに初攻ついちゃってますね。あ、これ全ハカシ HP で勝ってるんで、なんとかいけそうですが、本来この初攻がオーディンにつくのはかなり嫌ですね。まあ、復活キャラクターなんで、落とせば剥がれるんで。あ、でもオーディンは復活キャラクターなんで、落とせば剥がれるんで、問題ないですね。さあ、ヒロマスちゃん、オーディンの攻撃受けきれるか。タイマン戦と違って、七星4ターンが乗っかっていたり、暴走2ターンも乗ってるんで、いや、それでもこの硬さ、やば。タイマンだとちょっとやばいかなと、無理かなと思ったんですが、はい、しっかり対応してますね。で、七星も剥がして、はい、一回落として、復帰時反撃。生後全剥がし&、まあ、そもそもオーディン落として、物理的にも全剥がしと。さあ、そして範囲攻撃。はい、これは6回攻撃で止まっちゃいますね。ヒロマスちゃんのスキル2までにバチョウちゃんの相当1回入れたいですね。なんでバチョウを後に出した方がいいかもしれませんね、ヒロマスちゃんの。さあ、そして2巡目、はい、オーディンのスキル1、いやー硬い、1回落ちたぐらい。そしてカウンターでオーディンの生後剥がしながら道連れ攻撃をぶつけていくと。オーディンのスキル2も受け切って、いや落ちてないですもんね。スキル1から、はい、攻撃していって連撃。いや、いいですね、これで取り巻きいなくなったんで、スキル2が12連撃になります。あ、でもオーディンが足止めしたせいで、向こう先手でスキル1打ってきてますね。ちょっと回転数が負けてますね、足止め効果がないんで。まあ、ただそれでもスキル2ですね。12回攻撃あるんで。はい、ここからもう1回追加で殴っていって勝利と。いや、いい火力、タイマンの火力は強い、ヒロマスちゃんでした。はい、ちょっとバチョウを後ろに持ってきましょう。はい、お次、京兄さん。はい、750万のレオニダスにバッファーガンガン乗せてくるスタイルですね。はい、こちらのデッキはバッフをタンクに積みまくった場合、ちゃんと突破できるかっていう検証映像になりそうですね。いや、かなり厳しそうですね。はい、ヒロマサが出てくる前に、まずはハクタクの、はい、氷害が乗っちゃいますね。
で駆け込む、これだけでだいぶ壊すのが難しいですね。スキル1もクリティカル出さないと範囲攻撃の部分聖護剥がしができないし、まあレオニダス HP で勝ってる場合剥がされませんからね、聖護そもそも。そこも含めてちょっと厳しい展開になりそう。さあお互いバフ積んでいって、いやレオニダスのバフの量がえぐい。まあ一応レオニダス武将キャラクターなんで筋力ダメージだとかはヒロマスちゃん割合カットできるんですが、それでもだいぶ痛くなりそうですね。ちょっと見ていきますか。はい、スキル2はなんとかしのいで、さあこっちの火力、蓄力乗っかって奮起乗っかって火力ある程度できてますが、あそして弱い子なんかはしっかり、はい、バチョちゃんで落として、なるべくスキルに12回攻撃出るように仕向けてますね。まあ長老で攻撃引きつけてもらえば攻撃全部レオニダスによるんで、あで凍結されつつ整合剥がしされちゃいましたね。バフ剥がしが緑バフ剥がれちゃいました。いやこれ良くない。バッファーずっと残しちゃいますね。スキル2が範囲攻撃ないんで全部連撃なんで、レオニダスに全部吸われて、いやこういう風にタンクに引きつけられると、はい、取り巻きバッファーずっと残しちゃうんで永遠にレオニダスにバフが乗る状態になっちゃいますね、2巡目以降も。いやデッキ戦これがあるんですよね。タイマンでは勝った相手にこのバッファーをうまく利用されて攻めきれないと。まあ、昔のブリュンヒルドとか、まあ、最近のオーディンだとか連撃キャラクターなんですが、範囲攻撃もちゃんとできるキャラクター多い中、ヒロマスちゃんそれができないっていうのが一つ大きな弱点としてありますね。はい、そのせいでこんな感じで固めたタンクに攻撃吸われて何もさせてもらえないっていうような一種のハメ技のようなことをされてしまい、はい、でヒロマスちゃん自体聖護援護ですね、 75% のダメージカット機能しかないんでちょっとやらかさもあるんですよね。はい、せっかく武将に強いヒロマサちゃんでしたが、少しバフを乗せるとこういう風な不利な状況を作られてしまうってところは覚えておきましょう。はい、じゃあヒャーさんいきましょう。820万の清姫がいるデッキですね。で孫権の HP が1500万もありますね。さあ反射に強いとはいえどうかヒロマサちゃんこれ。はい、孫権の反射がここまでいくとやっぱり怖いですよね。あと怠慢で清姫に勝ててないんで、そもそもそれが心配ですね。硬い影光キャラクターにちょっと弱いんですよね、剥がれないタイプの。ただ孫権のスキル1割に出てきて、このスキル1でまず撃砕孫権につけながらどこまで追い込めるかですね。反射ダメージなんかにも耐えつつ、まあ、そこ大前提。さあ1回致命無視、いいっすね。反射ダメージに対しては耐えてますね、しっかり。まあただ落としきるぐらいまでのスピードは出てませんね。はい、バフ乗せていって、さあ弱い子なんかをバチョちゃんで葬り去っていきたいところ。また長老で孫権に攻撃引きつけられるんで、まあ、逆に弱い子殴って攻撃回数減っちゃうことはなさそうですが、蓄力奮起乗っかった状態でどこまでいけるか。はい、復帰時反撃も決めて、さあ1回落として、いやいいっすね火力。はい、十分出てますね。いや落としきるとこまでいけそう。そのまま清姫も殴ってほしい。いいっすね、落としました。さあ清姫硬いこれダメですね。いやボコボコにされました。まあでも孫権みたいな柔らかめのタンクに長老で引きつけてもらう分にはヒロマスちゃんいい仕事してくれますね。まあ最近でも孫権も固くできますからね。例えば大天狗で踏破つけてあげたりして、そこもデッキの組まれ方によっては突破厳しそうですね。さあじゃあカツオさんいきましょう。730万のアーグスと300万の泉上泉がいるデッキですね。さあアーグスには怠慢で勝ってますが、でアーグスデッキ戦そんなに得意じゃないんで、でしかも武将相手なんでここは勝ってほしいですね。さあヒロマスちゃん出てきて、まずは取り巻き落としていき、はい、信綱から落としきれるか。いや攻撃回数が少ない。はい、攻撃回数6回しか連撃ないんで、復活回数多いキャラクター落としきれないっていうのもデッキ戦だと、まあ、ややアタッカーとして頼りなさはありますよね、スキル1。はい、そしてアーグスのスキル1は全く痛くなさそうですね。はい、スキル2で早速落としちゃいました。6回攻撃になっちゃいます。まあ、ただそれはそれで反射でも戦えるキャラクターなんで、こういったタンクキャラクター、反射キャラクターですね、殴って HP 減らしちゃうよりは受けに1回回るのもありかなっていう感じはしますね、対反射キャラクターなら。はい、ちょっとセーラン生きてるのを厄介ですね。凍結で止められて、あでもすぐ解除して、はい、アウグスのスキル1、いや硬い。撃砕つけられてこの硬さすごいっすね。はい、1回落とされた程度で復帰時反撃一発食らわせて、さあスキル1範囲攻撃でアウグスも落として、反射ダメージどうか。まあ 69% 全然効いてませんね。いやいい反射に対する対応。ビームもそうですね、反射に対して硬くなりますからね。 HP 減った後ビーム回復ができるようになるんで、あただ流血つけられちゃいましたね。ビーム回復が阻害されました。まあ、ただアーグス落とす分には火力的にも十分立ち回れるんじゃないかと。はい、カウンターで逆にアーグスを落として勝利と。いやいいっすね、武将との戦いは譲らないですね。はい、じゃあお次苦手な帽子いきましょう。アマテラス、はい、このキャラクタースキル1で困惑をつけて、まあ、反射あんまり効かずに殴ってくるんで、ちょっとタンク反射キャラクターにスキル1強いんですよね。はい、まあ、でも紹介の攻撃が当該に届いてなかったんで、はい、無育成の紹介だったんでヒロマスちゃん出てこなくて済みました。
あれなんでスキル1から打ちさせて、この攻撃は避けましたね。ちょっとあれ食らってたらどうなってたかは怖いとこですね。まあ多分2巡目まで行っちゃうと思うので、そこで見ていきましょう。さあ弱い子いっぱいいるんで、これは馬長ちゃんに落としといてもらいたいですね。はい、ここで馬長ちゃん出てきて、梅雨払い。さあ無駄な弱い子を殴らないように処理していっていいですね。ああ、これ12回攻撃あればアマテラス届きそうですかね。はい、復帰時反撃で1回落として、いやこれがナイスですね。聖護全部剥がして、あーっと細分岐から殴っちゃいました。はい、手押しでこれは落としきれない可能性が高いですね。6回攻撃で終わりで、アマテラスのスキル1が待ってます。反射に対応できるアマテラススキル1、どのぐらいの、あとは防止としてダメージを出してくるか。 75% しかダメージカットないんで、いや痛いっすね。あ、でも反射で落ちてますね。はい、困惑つけてはいるんですが、致命傷をつけた瞬間困惑剥がれたりしてますね。で、剥がれてしまえば反射ダメージも普通にぶつけられるんで、アマテラス殴ると自分に返ってきて、いやいい反射ダメージ。はい、スキル2で殴り倒して処理と。はい、じゃあお次いきますか。リレーさんのブリュンヒルドと猛角ですね。いやこれ怖いのは400万の猛角ですね。こっち倒せるか倒せない気がします。はい、400万、猛角400万ですが、それでもめちゃくちゃ硬いですからね。さあ、そして氷害や援護、緑バフの援護なんかもなぜかついちゃってますね。足止めして聖護の援護はつけさせませんでしたが、まずはダメージが届くかどうか見ていきましょう。ひろまつちゃんのスキル1応援で出てきて、さあ猛角にどうか。ちょっと範囲攻撃の感じ見る感じ時間かかりそうですね。でもダメージまあまあ出てはいるのか。あ、いいっすね。いいダメージ出てましたね。今撃砕さえつけれれば。ただ猛角ダメージ受けると撃砕剥がしちゃうんですよね。なんでスキル2まで撃砕持っていけず、スキル2で撃砕つけての連撃がぶつけられたらよかったんですけどね。まあどっちにしろスキル2の最中に剥がされちゃいますが、はい、奮起、蓄力つけて、祝福も乗ってますね。バフ3種類。さあ、そして猛角1回落として、いや、いい火力。いや、猛角ここまで落とせるなら、なかなかいいですね。そして12連撃、はい、しっかりブリュンヒルド、落とすとこまではいけませんね。はい、追い詰めていって、さあ、ブリちゃんの攻撃は全く痛くないと。いや、硬い。猛角の攻撃も痛くないってことで、まあ、あとは火力で押し切れるかどうかだけですね。見ていきましょう。はい、スキル1、撃砕つけて、まずはブルちゃんから料理していきましょう。落としました。さあ、猛角どうか。なんだこの聖護バフの量は。一人で抱えすぎ。で、火力。あ、いいですね。回復量の倍ぐらい、20% ぐらいずつぶつけてますね。とはいうものの、これは時間かかりますね。はい、12回攻撃でやっと1回致命傷いけましたね。いや、これはでかい。1回いけるのはでかい。やっぱでも硬いっすね。ほんと400万とは思えない硬さ。さあ、スキル1どうか。まず撃砕がつきませんでした。そして猛角も地味に反射ダメージぶつけてきますからね。まあこれ反射耐性あって本当に良かったですね。あとビームがあるんで、このビームのおかげで HP これ以上減ったら回復できるんで、はい、猛角殴った時にビーム回復がここで走るんで、反射に強いですね。やっぱりこういうじわじわ系反射にも対応できるところはマジで押せますね。あ、勝ち切りました。素晴らしい。はい、孫権みたいな柔らかい系タンクだけでなく、じわじわ系の硬いタンクも攻略してきましたね。ナイスムーブ。はい、じゃあお次リサさんいきますか。リサさん、オーディン250万、戦力低めのオーディンに相手して、レオニダスが700万ですね。で、リシが500万で待機していると。しかもちゃんとバッファーもいるんで、まあさっきと同じ展開になりますかね。レオニダス攻めきれずに、あ、でも攻めてますね、ちゃんと。いや、素晴らしい。バッファー出てくる前に殴っていった感じですね、これは。さあ、あとはリシの攻撃が痛いかどうかですが、痛いですね。ちゃんと効いちゃってますね。さあ、そしてバッファーも出てきて、はい、レオニダスのスキル。はい、自体は、あ、でも1回致命傷持ってかれてますね。やっぱりバフ乗せて殴られると武将の攻撃とはいえ痛そうですね。さあ、そしてあとは一緒ですね。レオニダスに受け止められて、その間に後ろにいる準主力たちで殴るっていう、まあタンクスタイルでたまに見かける戦い方ですね。タンクを主力級にして、後ろに準主力の汎用性の高いキャラクターを置くと。まあオーディも準主力に落ちても強いキャラクターですからね。まあリシなんかも準主力でむしろ今の時代は活躍するキャラクター。いや、この判断はなかなかできない判断ですが、まあ、正直オーディン主力にした方が強いと思うんで、まあ、ことヒロマスちゃん相手の場合はこの方が展開が有利になると判断したんですね。いや、リサさん素晴らしい判断。はい、結局レオニダスを落としきれずボロ負けと、なかなか思いつく人が少ないテクニカルな戦い方でした。はい、というかあれですね、セッサ画面でお相手さんの名前出ないんで、紹介できてるようで紹介できてないですね。はい、リサさん、このリサさんですね。はい、他の方もここに画面載ってるんで、はい、今日はこのメンバーと戦ってます。はい、じゃあお次カジラさん行きましょう。さて、1000万の私有がいるデッキですね。1000万はかなりヤバそうですが、まあ武将に強いんでね、ここは勝ってほしい。
しかもまあ歴戦とはいえ他にアタッカーがいなければ割り込みの筋力ダメージなんかもあんまり飛んでこないんで、いやでも弱いコリをして割り込みダメージめちゃくちゃ出してきそう。さあ CU 溜めてますもんねこれ後ろの方に。あー来た、はい、落として割り込みダメージ、落として割り込みダメージ、はい、落として割り込みダメージと、これが嫌なんですよね。はい、ただ玉壁で割り込みダメージカットしていって、いやでも2回落とされちゃってますかね。もう2回落とされました。一応カウンターの道連れ攻撃ぶつけてますが、はい、CU デッキ戦だとこれがあるんですね。まあ下手に中途半端なキャラクター出さずに CU だけでセルフ割り込み筋力ダメージですね展開してます。さあ、あとはひろまつちゃんどうか。あ、先に先手取られて割り込みダメージ、落として割り込みダメージ、落として割り込みダメージと成功全部剥がされて、いやこれやっぱりデッキ戦強いっすね CU。 はい、タイマンでは普通に勝てたんですが、デッキ戦だとボコボコにされました。はい、ここら辺の育成隊の CU は手がつけられませんね。カジラさんありがとうございました。さあ、じゃあ次アウエさん行きましょう。はい、800万のスタノーがいるデッキ、あと500万の泉式部で、あと後ろに300万の帰国士がいますね。さあ、泉式部がまずはバフをスタノーにめちゃくちゃ盛るんで、あ、でも足止めしてましたね、ナイスこれは。はい、セーランがいるんで今フロントを聞かない難しいですよね。あ、何もさせずに泉式部まずは落として、さあセーランも落としていって、まあ、スタノーとの勝負ですね。あ、ただいいっすね。はい、タイマー戦スタノーに勝ってるんでカウンターダメージ結構スタノー弱点なんですよね。今スタノー自滅していきました結構。はい、ただスタノーお得意の麻痺ですねによる足止めで次先手取られてしまうので、まあその間にバチョウちゃんなんかで弱い子落としていって、はい、なるべくスキルに連撃がスタノーに向かうようにしたいところで、ヒロマスちゃんカウンターの反射ダメージでスタノーの HP 減らせるんで、まあ、スキル2の HP が低い相手に対する連撃はまずはスタノーからになりそうですね。さあ 100% で終わらないでほしい。いいですね、 72% 攻撃対象がスタノーにこれでなります。はい、帰国士も出てきて、おっと帽子の連撃が痛かった。はい、ヒロマスちゃんやっぱり武将以外の攻撃に生後援護の 75% ダメージカットしかないんで、300万ぐらいの帰国士にこんなに追い詰められちゃうんですね。この柔らかさですよね問題は。でしかも帰国士罪悪流血になりづらいし、攻撃しながら 100% HP 回復できるんで 100% の反射だとあんまり受けないんですよね。なんで帰国士なんかも苦手ですね。いや、ちょっとここら辺の昔のキャラに簡単に負けちゃうのはやっぱりどうかっていうところはありますよね。さあ、じゃあタラオさん行きましょう。700万のマーリンがいるデッキ、さあタイマンではマーリンに封魂でボコボコにされましたが、はい、今度は封魂を避けて戦えれば相打ちだったんで、タイマン戦も先に動ければしかもめちゃくちゃ有利だし、はい、玉壁終わってますね。さあこれは落としきれる可能性めちゃくちゃありますが、さあスキル1範囲攻撃で1回落として、さあ夢中に隠れますが弱い子がもういないので隠れさせず、さあこれこのまま押し切りそうですね。いい威力、はい、マーリンデッキ戦の方ではしっかり封魂を避けて殴っていくことで勝利をつかみました。はい、そして SKG メンバーのみんなありがとうございました。まあ、昨日急遽作ったにもかかわらず、でしかもあまり人気がないキャラクターにもかかわらず集まっていただいて本当に助かりました。こちらのサーバーはしばらくインしませんが、どこかで切磋やる機会があったら集まっていただけるとめちゃくちゃ助かります。よろしくお願いします。あとしてひろまつちゃんいかがだったでしょうか。まあちょっとデッキ戦においては、まあ、特にスキル2の不発ですね、なんかがこういう若いサーバーだと出やすいんで、まあ、ハイカキンの方行けばしっかり12発出まくると思うんでいいと思いますが、まあ、バリアが少なめの若めのサーバーに行けば行くほどパフォーマンスとしては落ちてしまうので、まあ、その場には大天狗と組ませて攻撃対象がそれないようにしたいところですね。まあ、ちょっと大天狗の強襲も3回分しか敵の致命無視拾えないんで、下手したらそれでもここら辺の若いサーバーだとその後弱い子殴って6回攻撃で終わっちゃう可能性ありますが、実際に戦わせてみて1対他が得意じゃないなっていう印象ですね。まあ、アーグスと似てて後ろの方で、まあ、最後タイマンに近い形に持ち込むとこに出てくるのであれば、まあ、めちゃくちゃ嫌な動きしそうですね。で前の方で戦わせる場合にはやっぱり大天狗と組ませて最大限スキル1スキル2ですね暴れてもらいたいようなキャラクターでした。まあ、ちょっと今回いつもと違って若めのサーバーになってしまうので、バリア環境なんかでプレイしている人からしたらやや分かりづらい映像になっていたかもしれませんが、少しでも参考になれば嬉しいです。はい、そして最後までご視聴いただきありがとうございました。するおっすおっす